視覚芸術、視覚芸術、視覚芸術は芸術の一形態で視覚によって認識できるような作品を制作する表現形式を指す。絵画、彫刻、版画、写真などが視覚芸術に含まれている。視覚芸術は視覚以外に訴える他の形態の芸術とは区別されている。 特に視覚と聴覚は直接物体に触れずに感知することができる感覚であるため他の感覚よりも高度なものとみなされてきた。ただしこの区別は厳格なものではない。これらの区別がない時代や文化における芸術は視覚以外の要素を不可分に含んでいる。例えば東洋美術において書画という言葉が使われるように絵画は自分と不可分のものである。 また、日本の近代以前の絵画は、扇、屏風、競具、家具、姿勢など、工芸の分野と無ではない。歌劇、映画などこれらの要素を複数含んでいる、総合芸術などもある。これらは、体の動きを見せる演技と、セリフやストーリーなど文学に属するものが、主な要素であるが、その他に、音楽やセリフの発声など音響に属するものや、 セットや服飾などの美術、カメラワークや演出の技法など様々な視覚芸術の要素も含んでいる。20世紀後半を通して現代美術の一部は視覚芸術の範囲から聴覚、触覚、味覚、嗅覚など多分野に越境し多分野の芸術などを積極的に取り入れている。視覚芸術をめぐる議論の歴史において 絵画や彫刻などのより視覚的な芸術から舞台など視覚以外の要素が混然とした芸術が区別されたことがあった。ゴッドホールとエフライムレッシングはその著書ラオコーン1766年で1506年にローマで発掘された彫刻ラオコーン像古代ギリシャの彫刻家ウェルニリウスによる取れていたが今日では ローマ時代のものである可能性が濃厚となったを論じ、ヨハン・ヨアヒム・ビンケルマンのギリシャ芸術も法論、1755年のラオコーン像賛美に挑んで論を起こした。ラオコーン論争。ビンケルマンは怪物に食われようとする、ラオコーン親子の像が強い印象を与えるのは、その断末魔や苦痛の表情ではなく抑制された表現にあるとして、古代ギリシャ芸術の 品あるる単純と静音なる威厳を賛美した。一方、レッシングは、ラオコーン像の彫刻家は美を達成するために見苦しい、断末魔のシーンを避けてその寸前を描いたら、抑制された印象が現れたのだとした。ここから、レッシングは空間を使って、絵の具やのみで表現する絵画や彫刻は、人物や風景などの物体を対象とし、唯一の決定的瞬間。 最も眼畜のある瞬間を描くものであり、対象の行為を描き時間の中の継続的な行為を描く文学や舞台などとは別のものとして分けた。彼の論によって、それまで詩は絵のようにと詩と絵画を姉妹として見てきた西洋において、視覚芸術、空間芸術と言語芸術、時間芸術は厳然と分けられた。ただし、絵画の中に 複数の時間を並列して描くことは、古代エジプトの壁画、西洋の中世の宗教画、日本の絵巻物など古くから例が見られる。コマの連続した漫画、カートゥーンもその伝統を組むものであろう。また、近代以降は、連続写真や映画が目では捉えられなかった運動を再現して人間の視覚や認識に多大な影響を与えため、 未来派に代表される20世紀以降の絵画や彫刻の中には時間の要素を取り戻そうという動きが見られるようになった。ヨーロッパなどでは近年まで視覚芸術とは一般的に美術家が手がける純粋芸術、ファインアート、絵画、彫刻、版画などを指し、大衆的で無名の職人が手がけるデザイン、工芸、染め、テキスタイル、服飾、彫金、 宝飾など応用芸術とみなされる分野とは明確に区別されていた。こうした応用芸術分野は19世紀末のイギリスにおいてウィリアム・モリスが主導しアーツクラフト運動によって独自の主張を開始した。彼らの政治的な目的は社会改良と大衆に対する良質なデザインの供給であり純粋芸術と応用芸術の境界を取り払うものではなかったが イギリスの地方的な応用芸術もヨーロッパの純粋芸術同様に価値があると主張していた。彼らの運動はアール・ヌーボーやバウハウスなど応用芸術を舞台にした芸術運動に影響を与えるが一方で大衆向けの芸術をキッチュと男児芸術について追求することを芸術の前衛目的としたモダニズムと対立した。これらのグループの対立は今は 視覚芸術の作品とみなされている工芸家たちの作品に対する政治的な論争を起こすことになった。また美術教育において工芸専攻のコースが設けられることになったが、より高等な純粋芸術専攻のコースとの区別は多くの国で行われている。しかし純粋芸術と応用芸術の差は純粋芸術の教育を受けた者が製品デザインや 広告美術などを手掛けるようになったり、工芸家が純粋芸術のデザイン的な影響を取り入れたりすること1 0世紀の間に次第に薄れてきた。また純粋芸術と応用芸術の政治的な区別を不要として打破するような運動が純粋芸術の側からも起こり、ネオダダやポップアートなど大衆文化やその廃棄物、その他従来美術の素材とされていなかった媒体。 材料を取り入れた作品が作られるようになった。現在では、四角芸術という用語を使う場合、純粋芸術とされてきたものも、応用芸術とされてきたものも等しく含まれていることが多い。ただし、両者の差が薄れたとはいえ、その差は常に再生産される。純粋芸術の側は、哲学思想や芸術概念について考えることを主眼とし、大衆的な素材を使用しても、 なお大衆からは難解なのが多い。応用芸術の側は、純粋芸術の芸術についての芸術など内輪にこもる動向を批判して芸術と呼ばれることを拒否する者も,もいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。